はい、じゃあ撮影よろしいでしょうか。それでは質問の方、お願いします。ありがとうございます。受賞、まずはこの喜び、どなたに いち早く。そうですね、やっぱり家族には伝えたいですね。母とかはすごくジュエリーが好きで、小さい頃から母がつけてるのをずっと見ていたので、今回は妹さんのスーさんよりもいち早く受賞されましたけど。あ、そうなんですね。そうなんですよ、そうなんですよ、はい。どんな姉としての同代みたいな気持ちはありますか。そうですね、姉として同代って言ったところで、はあ、そうですかぐらいでした、はい。あんまりお姉ちゃんの効力がないんですよ、はい、よくお話はされるんですよね。そうですね、はい、はい、今日司会者の方が今最も輝いているっていうご紹介だったんですけれども、それでも受賞だったんですか。すごく光栄なことだなって思いますね。なんか自分ではあまり実感はないんですけれども、こうして素敵な人がいるので、もっともっと自分も頑張らなきゃなと、はい。女性になって、アリさんにとっての幸福は自由でも輝く、それとも恋の輝く、どっちの方が重要ですか。ジュエリーですね。はい、そうですか、はい、女性って恋をする人は幸福じゃないですか。いや、まあでもいろいろジュエリーだったり、まあ、お仕事の充実とか、まあ、心の充実が一番なんかその人を輝かせるのかなと思います。一番もっともっていう感じ。そうですね、忙しくさせていただいているので。お正月は太られたっていう話を聞いたんですけども、はい、それはあれですか、充実してるからですか。いや、単純にずっと忙しくてご飯あんまり制限してたので、それを全部解除したらとんでもないことになったので、急いで。そうですか、幸せかなと思ったんですけど。ちょっとゲームやってました。ゲームやってポケモンやって、漫画読んで、ビール飲んでそんな正月でした。色気がないですね。そうですね、色気がどっか落としてきちゃいます。今一番欲しいジュエリーが、なんかこう着てるようなジュエリーがありますか。そうですね、今のところはまだなんかないですね、まあ、でもネックレスとかは久々に見て素敵だなと思ったので、なかなかね、お仕事が忙しいとつける機会というのが少なくなっちゃうので、なんか自分のほうに行こうかな。お時間が迫ってまいりました。最後の質問じゃあ、はい、それではペンダントも素敵ですけれども、例えば指輪なんかはっていうね、プレゼントはどうですか。そうですね、自分で買った方が嬉しいかなご褒美にっていうイメージですね。はい、はい、自分で買っちゃうんですか。買いますね。悲しいじゃないですか。そんなことないですよ。本当にやっぱり人からプレゼントされた方がやっぱり嬉しいじゃないですか。まあそういう方もいらっしゃるんですはい、じゃあこのあたりで終わりにしたいと思います、はい、皆さんありがとうございました。早稲田大学2年、大島由紀乃です。今日は東京ビッグサイトで行われた日本ジュエリーベストドレッサー賞の表彰式に来ました。20代部門を受賞された広瀬アリスさんは真っ赤なドレスに身を包んで、胸元のダイヤのネックレスがとっても輝いていました。本日の囲み取材では、自分のことをとっても大切にする姿が印象的でした。今日の様子はアクトレスプレスで掲載されます。ぜひご覧ください。